ブラウザ戦争、ブラウザ戦争とは、ウェブブラウザを提供する各社、各団体による市場シェア争奪戦のことを指す。一般には、1990年代に起きた、インターネットエクスプローラーとネ系ケーパーナビゲーターの猛烈な競争を第一次ブラウザ戦争、2004年頃から2014年頃にかけて起きた、Google、Apple、Microsoft などの IT 業界での大企業を巻き込んだ、 ブラウザベンダーによる最新の Web 標準の実装競争及び動作速度の高速化の競争のことを第二次ブラウザ戦争と呼ぶことが多い。最初の戦争はインターネットエクスプローラーかネツケイップナビゲーターの2択から始まった。1990年代初頭、非常に簡単なグラフィカルユーザーインターフェースを備えた Web ブ,ブラウザが入手可能になった。 一番初めに流行したのは n c s ッサによって作られた NCSSA モザイックだった。スプライモザイクやスプイングラスモザイクのように n c s ッサからマスターライセンスを供与された数社は商業用ブラウザとしてライセンスを販売した。n c s ッサモザイク開発者の一人であるマーク・アンドリーセンはモザイクコミュニケーションズコーポレーションを設立し、 モジラというコードネームの新しいブラウザを作った。これは、モーズラアプラケーションスイートとは別物である。n c s ッサとの法的問題の解決にあたり、社名をネ e t s c プコミュニケーションズ、ブラウザ名をネ e t s c プナビゲーターと改めた。ネ e t s c プナビゲーターは使い勝手や見た目が n c s ッサモザイクのそれに酷似していた。制限や金銭の支出なしにダウンロードが可能だったことも、 こうそうし、ほどなく、市場を支配した。1990年代前半、ネツケイップナビゲーター、NN は、最も幅広く使われる主要なブラウザになった。1995年に発売された、Microsoft Windows 95はそれまでの Windows との、大きな違いの一つとして、n o スネットワークオペレーチングシステム機能を実装したことが、挙げられる。 ネットワークプロトコルとして、インターネットで標準となっている TCP、IP も実装されたことから、ウェブブラウザをインストールするだけで、Windows 95でウェブを利用することが可能となった。それにより、ワールドワイドウェブは一般に普及し始めた。この頃、Microsoft は、インターネットエクスプローラー、i e の基礎となる n c s サモザイクのライセンスを NCSA から取得した。 IE 1.0は Microsoft Windows 95 Plus の一部として1995年8月に Windows 95と同時に発売された。NN の新バージョン、後の Netscape コミュニケーターと IE は激しいシェア争いを繰り広げ頻繁なバージョンアップを繰り返すこととなる。しかし安定性や安全性の向上より他方との差別化を優先したため頻繁なクラッシュや セキュリティホール、ウェブ標準とは異なる HTML、レンダリングエンジンで、ユーザーに混乱をもたらすこととる。マイクロソフトは、IE の新バージョン2.0を1995年11月、1996年8月には、バージョン3.0を無償で公開し、新たに発売される Windows に組み込まれることとなる。は当時シェアウェアとして、 有料であったが IE は無償で公開されていた。IE では基本的に売り上げがない以上、Windows など他の Microsoft 製品の売り上げから開発費が出入るとして、Microsoft 製品が不当価格として批判も出るようになった。それに加え IE を抱き合わせて Windows を販売しているとして、独占禁止法に違反するとして提訴も行われるように言った。 Windows 98、正確には Windows 95の最終バージョンからは IE が Windows に OS の一つの機能として搭載されるようになったこともあり、市場における Windows の圧倒的シェアを背景にブラザーのシェア争い自体が意味を持たないものとなってしまっていった。また、当時は HTML の手書けにより制作されたサイトが多かったが、 そのような HTML の中には正しく記述されていないものも少なくなかった。ネツケイプナビゲーターはそのような HTML の表示の補正を積極的に行わなかったが、それに対して IE は積極的に補正を行った。同時に CSS の処理もネツケイプナビゲーターは対応が遅れていた。結果として、 ネッツケイップナビゲーターではレイアウトがずれているが、IE ではまともに表示できているというページが多く出現することとなり、ネッツケイップナビゲーター離れを加速する一因となった。また、JavaScript についてもアクセス API として、ネッツケイップナビゲーターが採用したレイヤーは非常に使い勝手が悪く、IE のアクセス API である DOM と比較して完全に劣っていた。 この2種類のアクセス API は全く互換性がなかったため、コストの問題からどちらかしか対応できない場合により、優れた仕様である IE のドムを製作者が採用するようになった。そのような理由により2000年には IE が市場シェアのほぼ全てを獲得して第一次ブラウザ、戦争は終結とされる。米国では独占禁止法違反による裁判が行われたが、裁判が ネッツケイップナビゲーターやその他のブラウザのシェア回復に寄与することはなかった。次の戦争はインターネットエクスプローラー、モジラファイアフォックス、オペラ、サファリ、グーグル、クロムの5択になり、当初は混迷を極めた。ウェブブラウザの市場シェアをほぼ独占するに至ったマイクロソフトインターネットエクスプローラー6.0はその後に開発が停滞し、 新しさに欠ける状況が長く続くことになった。また、圧倒的なシェアを占めたことで、同ブラウザが採用する技術であるアクティベックスを悪用するキーロガーやバックドアをはじめ、同ブラウザのセキュリティホールを狙ったコンピュータウイルスやスイウェアなどが多数登場するようになり、セキュリティ問題がクローズアップされるようになった。だが、先日のシェア独占後の開発の停滞のために、 i.e. のセキュリティ問題のいくつかが父として解消されない状況が続いた。そのような状況下でタブブラウジング機能やフィードリーダー機能など多様な新機能を搭載する次世代ブラウザとしてモジラファンデーションによるモジラファイアフォックス、オペラソフトウェアによるオペラ、アップルによるサファリ、グーグルによるグーグルクロムが登場した。これらのブラウザは 新機能を搭載しているだけでなく、自前のレンダリングエンジンを持っており、IE のセキュリティホールとして問題になった、アクティベックスを採用していないため、アクティベックスに起因する、セキュリティ問題は、原理的に発生し得ない、おのののブーザ固有のセキュリティホールは存在しうる。新興ブラウザ、特に、モジュラ・ファイアフォックスの人気が上がり、2005年から2006年にかけて、 ブラウザシェアが従来に比べて大きく変動した。2006年12月の時点で世界的市場で見た IE のシェアは8割強、モジラファ Firefox のシェアは1割強であった。市場シェアが減少したとはいえ、依然として IE が圧倒的優位な状況であることに変わりなかった。また、日本や米国では IE が特に独占的なシェアを持っており、 ヨーロッパやオーストラリアなどと比べると他社製ブラウザのシェアはまだあまり伸びていなかった。日本などの場合マクロソフト製品に依存する傾向が強いため、ブラウザ以外でも MS 製品を重視する傾向が見られた。これに対し、ヨーロッパでは IE のシェアが多数派ではあるが確実な減少傾向にあり、モジラ・ Firefox が市場シェアの20%を突破するなど、 一部国では40%を突破、IE 以外のブラウザがシェアを伸ばしていた。2010年9月のネタプラケーションス社の世界、ブラウザシェア調査によると、IE は一時盛り返しを見せたものの再び6割を下回って59.65%、ついで文字や Firefox が22.96%と頭打ちの傾向となっていた。逆に、Google Chrome は、 シェア約8%にまで到達し、着実に第3位としての地位を築き上げていた。そして、かつては第3位にいたサファリ5.27%やブラウザ競争の頃から開発が続けられていたオペラなどこちらも伸び悩みがちになってきていたが、ユーザー数はある程度いた。2011年になると IEQ 正式版が3月15日に モジラ Firefox 4正式版も3月22日に、オペラ11.10が4月12日にそれぞれ公開された。しかし、IEQ は Windows XP をサポートしないことや、東北地方太平洋沖地震による日本語版公開延期の影響で、ダウンロード数で Firefox 4に引き離された格好となっていた。この後、Firefox は、 バージョンアップを頻繁に行うので、数ヶ月ごとに更新を行っていただきたいという趣旨を発表。バージョンアップの数字が Chrome 並みに更新される割には、質的にそれほど変化がないという Chrome 同様の状況を生み出している。企業向けには、メジャーバージョンアップを1年ごとに行いその間のマイナーアップデートを行う延長サポート版を提供していた。また、 サファリの Windows 版は2012年5月9日リリースの5.17を最後に開発が終了した。また、成り物入りの宣伝とともに現れた Windows 8の新しい UI は市場に受け入れられず、Windows XP のシェアがあまり下がらず、結果古いままの IE のシェアをさらに下げることにつながった。2012年に Google Chrome は Firefox に追いつき、 2014年には、揺るぎない地位に収まったことで、第二次ブラウザ戦争は終結したとされる。Google Chrome の普及のおかげで、プレストオペラがなくなり、IE が、シェア1位から転落する、大きな転換点を迎えた。元オペラスタッフによる、ビバルディ、ゴアンナエンジン搭載ペイルムーン、フトウェビンジェン搭載のオッターブラウザー、ダブル、ファルコン、元モジラスタッフによるブレイブなど、 新しいブラウザの探求はしまわっていないものの60%を超えるクローミアム系列の圧倒的シェアには遠く及ばないものとなっている。Firefox もことあるごとにクロムより優れている点を再三アピールしようとしているものの仕様は非常にクロムに似通ったものとなっておりメモリ使用率も大差ない。この下りを 第3次ブラウザ戦争であると定義していた者も,もいたが、エッジや Firefox、Quantem のシェアに大きな変化が見られず、戦争と呼べるほどのシェア争いは起きていない。IE を後継したはずのエッジの普及率は2%にすら届いていない。 www.w3scagools.com と gs.statcounter.com というブラウザー。いずが有名だが、3社の見解は微妙に異なっている。gs.statcounter.com は、Firefox のシェアをかなり低く見積もる傾向がある。 www.w3scools.com は、オペラのシェアを低く見積もる傾向がある。i e のシェアはエッジより高いと見るのは3社ともに、共通しているが、どの程度なのかは、微妙に異なる。当項目は、各国のデータが参照できる gs.statcounter.com を出典として用いている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。